はい、それではこれから Docker ファイルについてご紹介していきます。 Docker ファイルについては公式ドキュメントを確認しますと情報量がたくさんあってなかなか分かりづらい点があります。まず Docker ファイルどんなものなのかを実際に見てみますと、例えばこういった形で書くことができます。 from、ラベル、ランなどDocker ファイル特有の記述方式になってきます。この Docker ファイルを使うことで Docker のイメージを作成することができます。そのイメージを作ることによって、これをベースに Docker のコンテナを作成してアプリの開発ができると思います。それからイメージになりますので Docker プッシュでDocker Hub に公開することもできるでしょう。それから AWS 等のクラウドサーバー等でコンテナを運用する場合、Docker で運用する場合は Docker ファイルをもとにイメージを作って、それからコンテナを作成して運用するようになります。こちらが必要になります。それから場合によっては Docker ファイルの冒頭にですね、fromと書いてどっかのイメージを引っ張ってきてます。なので、例えばとこういったですねワードプレスのイメージをもとに機能を追加するということもできます。 from ワードプレスで、キャッシュ機能をですね追加するといった使い方もあります。イメージの継承として使うことができるでしょう。こういったようにDocker ファイルを使うことで様々な Docker の活用につながってくるという利点があります。それで Docker ファイルを理解しようと読み進めていっても長いですし、それから実際利用するですね機能についてもfrom、run、cmd、ラベルなどたくさんの項目があります。で、大まかによく使う部分はだいたい12種類ですねリストアップされると思います。で、今回の動画では、全てを使うのはちょっと時間的に厳しいので半分のですねよく使う from、ラベル、それから run とコピー、cmd、ボリュームといった機能を実際に使ってみて Docker ファイルの内容を紹介していきたいと思います。それでは実際にこちらの内容を改めて見ていきます。from は Docker のイメージを指します。今回は Ubuntu の18を選んでいます。この他にもよく Debian や Alpine 等が選択されています。これはどこから情報を持ってきているかといいますと Docker Hub の Explorer で、左側のですね、ベースイメージを選択すると fromUbuntu だったり Debian というふうに選択することができます。はい、それからラベルについてはこれはですねイメージの詳細情報を開いたときに出てくるもので、メタ情報とか書かれてるんですけど、メモ書きといったイメージでいいと思います。例えばHTTP イメージの内容を確認してみますと、こういったところにラベルっていうふうに書かれてます。ほとんどのイメージにはラベルないんですけれども、ここでラベルの情報を追加することで、イメージのですね、詳細、どっかイメージインスペクトをしたときに、内容が確認できるとあります。公式ドキュメントを確認してみますと、なんかバージョンとかディスクリプションとかなんかいろいろ書くよというふうに書いてますので、それに習ってちょっと書いてみました。これはテスト的なものです。で、あとは、このイメージに対して行ってくださいという内容ですね。run のアップデゲットアップデート。これは、今回は Ubuntu のイメージに Apache 2、Apache サーバーをインストールするためにこういったコマンドになっています。
アップデートしないと、Apache 2をインストールできないというふうになってますので、この2行が必要です。あとは、ポートの設定だったり、あるかもしれないですけれども、今回は必要最低限のコマンドの、内容で記述していきました。で、最後の CMD というのは、あと、こちらにも書かれてますけれども、コンテナを実行した時の、設定ファイルとかになってきます。で、なぜこれが Apache CTL になっているかと言いますと、今回は Apache 2を、Apache サーバーを起動したいので、Apache サーバーですね、こちらドキュメントを見てみますと、Apache CTL でスタートとかストップとか、コントロールするようになってます。なので、Apache CTL というふうになります。こうして見てみると、出来上がったのを見ると、非常に簡単かもしれないんですけれども、この Docker ファイル、一連 の、項目を埋めようと思いますと、こういったですね、apt-get などの OS に対するコマンド操作を知っておく必要があります。Ubuntu なので apt-get ですが、これが Debian だったり Alpine、OS が違ってくると、ここも変わってきます。それから、最後の Apache CTL ですね。Apache サーバーに対して、指定するファイルですね。これについては、Apache の内容を把握しておく必要がありますので、単純に見えるこの Docker ファイルも、OS のことだったり、Apache とか、そういったソフトのことを知っておかないと記述できないという非常に、高度なものになってきます。なので、今まで普段、こういったコマンドをですね、使ってない場合は、まずはいきなり Docker ファイルから入るのではなくて、自分でですね、実際にコンテナを動かして、どんな風にこの Docker ファイルの記述内容が動くかっていうのを見て、行うことを進めます。こんな風にすると、Ubuntu のコンテナの中で、こんな風に動いていくんだなというのが、アップデートしたらこんな風に動いてるんだなというのが分かってくると思います。本来は、Docker ファイルから、開発するのではなくて、こうした、コンテナのテストを経て、最終的にこちらの Docker ファイルに内容がまとまってくるものと思います。早速ですね、せっかくありますので、これを実行してみたいと思います。で、現在、紹介遅くなりましたが、Visual Studio Code を使ってます。で、Docker のですね、こちらの拡張機能を、入れているような形になります。インストールしています。はい、なので、こういったクジラのマークとか、こういったですね、情報が表示されてる、くるっていうのはあります。で、この実行については、現在のディレクトリが Apache ですね。大文字になっちゃう。はい。で、Docker ファイルの実行は Docker ビルドですね。これで、Docker ファイルを実行することができます。実行すると、イメージが新しく作成されます。と試しに行ってみます。はい、Docker ビルド完了しました。途中ですね、こういった形でステップっていうことで、この Docker ファイルに書いてある項目が、進められている様子が確認できました。ステップ6分の1とか6分の2とか途中出てきてました。で、Docker ビルドした結果は Docker イメージで確認できます。はい。そうすると、24秒前に作った、こちらですね。これが、今 Docker ビルドをしたこの Docker ファイルの結果になります。と、名前がないという状態ですね。これは名前をつけるように指定しなかったためにこんな形になっています。ID で、
このイメージ使うことができますので、早速どんな風になのか試しに使ってみたいと思います。そのままシンプルにドッカーランでこれで様子を確認してみましょう。はい、そうすると、アパッチサーバーが起動できていることが確認できます。でこちらをコピーして、で、ブラウザで確認してみましょうかね。はい、そうするとアパッチサーバーが動いていることが確認できます。説明がちょっと不足しているかもしれないですが、この Ubuntu イメージをもとにアパッチを入れました。 Ubuntu イメージは、この中にはクラウドベースの、Ubuntu のイメージになりますので Git とか、Vim とかも入っていないです。で、当然アパッチも入っていないということになってきます。事前に、確認しておくと、よかったかもしれないですね。はい。で、こういった、まあ、Docker ファイル、乏しい内容だと、このコマンドがですね、動きっぱなしで、まあ、閉じることができないという不具合があります。で、現在は、ターミナル動かしています。これ、ゴミ箱すると、消すことができます。で、今こちらの Docker ファイルを作ったイメージを動かして消せなかったんですけれども、消す方法としてはダッシュ it をつけるとですね、コマンド実行中でもコントロール C でキャンセルすることができますので一度試してみます。ちょっと ID がわからないのでこちらですね。先ほどはもうこのままドッカランしたんですけれども、ここに it をつけると今度は04ですね、末尾が04で動いてるって出てますので、はい、こっちですね。で、今度は it をつけてますので、コントロール C でキャンセルできるというふうになります。はい、これでUbuntu イメージをもとに Apache を搭載した、イメージが、イメージをもとにコンテナが作成できたことが確認できます。コンテナは、3つあるんですかね。はい。まあ、こんな風な様子になっています。で、次は、今はシンプルにアパッチサーバーを動かしました。次は、コピーですね。コピーを使ってみたいと思います。内容を見ますと先ほどと似た形で、Ubuntu のイメージをもとに、アパッチをインストールして、で、コピーですね。コピー。現在ディレクトリはこの hello.html という、まあ、シンプルな、ファイルをコピーする。コンテナのイメージですね。イメージの方にコピーしてあげる。という形になります。これを実行してみたいと思います。で、その前に、このラベルがどんな風になったのか一度見てみましょう。イメージですね。はい。で、ラベル。こちらですね。ラベル。で、ここかな。アパッチサーバー書いた内容が、イメージの詳細データに反映されていることが確認できます。まあ、こんな風にして情報を残すことができるということですね。はい。で、こちらを実行してみましょう。
度はイメージに名前を付けたいと思います。コピーとしましょうか。はい、ドッカービルド完了しましたので、イメージできたか確認しています。はい、そうすると、こちらですね、今回は Docker Build T でコピーと指定しましたので、コピーという新しいイメージが作成できました。このイメージをもとに、コンテナを作成、起動しています。シンプルにこのような形で、コンテナを作成、起動しています。そうすると、またこういった、IP が出てきますので、こちらのままですね。こういった形で、今までと一緒なんですけれども、今回は、イメージに HelloHTML をこの bar.wwhtml 下に足してますので、ブラウザの方でハロー HTML とですね、してみると、もともとは、Ubuntu のイメージになかった、Apache が足されて、さらに、ハロー HTML が足されたことが確認できます。で、ブラウザ上では出ているんですけれども、これが本当にあるかどうかですね、見てみたいと思います。起動したコンテナはこちらになってくると思います。で、この中に、実際にコンテナに入って、Hello HTML がどうあるかどうか見てみます。はい、標準のアパッチにはインデックスしかないんですけれども、Hello HTML が、このコンテナの中に入っていることが確認できます。で、内容も同じだと思います。はい、Hello Docker ですね。 Hello Docker 一緒です。はい、こんな風に、新しく作る Docker イメージにですね、ファイルを、ファイルとあとフォルダーもですね、足すことができるというご紹介でした。コピーですね。はい。次は、コピーが終わりましたので、次は Git ですね。場合によってはどうですかね、ちょっと、GitHub で公開されている、もしくは自分で管理しているプロジェクトですね、イメージの方に、Git クローンしたい場合もあると思います。そういった内容の紹介になります。で、先ほどまでと同じような内容で、Ubuntu のイメージをもとに、それから、Apache 2のインストールと、今度は Git も合わせてインストールします。そして、Change Directory ですね、このイメージ内、Ubuntu 内で、こちらのディレクトリに移動してから、そこで、Git をクローンしてくださいというふうにしています。実際に、どんなふうに動くのか確認してみましょう。はい、Docker ビルドが完了しましたので、
新しくイメージができたか一応確認してみます。はい、そうするとDocker ビルドの時に指定した名称で新しく GitHub というイメージが作成できました。動かしてみます。今回は名前をつけましょうかね。で、バックグラウンドで動かしてみます。はい、そうするとポートがわからないという、トラブルがあるんで、ポートもつけておきましょう。はい、で、8000番ですね。とすると、8000番で、設定したこの、GitHub の Docker ファイルを元にしたコンテナが動いていることが確認できます。で、この HTML の中に Git クローンしてますので、この中に、このディレクトリのところに Canvas Tetris というフォルダーができていると思います。ここに、クローニングイントキャンバス、テトシと書かれてますので、ここをですね、コピーして、で、アクセスしてみます。そうすると、今回、GitHub、ちょっと消化遅くなったんですけども、こちらで公開されているテトリスの、プロジェクトをですね、インポートすることができているっていう形です。はい。今回は、デフォルトのアパッチの設定なので、アクセス先がここのサブディレクトリになってますけれども、場合によっては、アパッチのですね、コンフィグ設定も書いてあげると、よりスムーズに使えるのかもしれないです。今回は、Git、Chrome のも使えるというような紹介内容です。あと最後に、ボリュームですね。ボリュームについては、まだ、触れてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、Docker の、データを扱うですね、機能の一つになります。Docker のボリューム機能ですね。通常は、Docker の中にこうコンテナが、あって、で、その中に、それぞれデータを持ってると思うんですけれども、Docker ボリュームを使うと、コンテナとは別の領域でデータを管理して、コンテナ作成時にですね、このボリュームの指定をすることによって、ここのボリュームとで、コンテナのデータが連携できる。そして、また新しくコンテナを作るときにボリューム設定すると、このデータ、このボリューム領域のデータを共有できるというふうになってきます。同じデータを違う環境でテストできるというような特徴がありますので、時々 Docker ファイルなどでもボリューム使えてますので、その様子を確認していきたいと思います。で、今回最後は、ここには Docker ファイルありませんので、作るところから始めてみたいと思います。新しいファイルで、Docker ファイル。ここの、普通は HTML とか CSS とかなんかこう、拡張子ですかね、つくんですけれども、Docker ファイルについては何もつかないです。で、作成したエラーが出てます。で、ちょっと一から作るんじゃなくって、こちらのひな型をコピペしちゃいます。そうすると、こんな感じで、使うっていう形ですね。はい。で、後になったんですけれども、この Docker ファイルのコメントについては、このシャープでいけます。で、ボリュームについては、書き方いくつかあると思うんですけれども、こうしたような書き方をします。この Ubuntu のですね、OS の中にあるこの /www.html ディレクトリをボリュームとして管理するというような意味合いになります。それではどんな風になるのか実行してみたいと思います。
で、現在は、先に確認してください。ボリュームがないですね。ない状態です。はい、特化ビルド完了しましたので、イメージを確認してみます。そうすると、ボリュームという新しいイメージが作成できたことが確認できます。で、この Docker ファイルですね、Docker ビルドするまでは、ボリュームなかったんですけれども、今の段階でもないですね。で、このイメージ、ボリュームのイメージをもとにコンテナを起動すると、おそらくボリュームが現れてくるんじゃないかなと思います。ちょっと消したいかもしれないんで、こちらでいきましょうか。はい、17217ですね。とこちらで出ていって、今回は特にファイルいじってませんので、あとボリュームができたかどうかですね。そうすると、こんな風に新しくボリュームができたことが確認できます。で、このボリュームが本当に、このコンテナのものかどうかというのを確認してみます。コンテナのリストを見てみますと、このボリュームをもとに作ったコンテナですね。この一番上のものが、一番上のコンテナにこのボリュームが割り当てられているかどうかを確認するには、どっかコンテナインスペクトで確認できると思います。で、コンテナ ID もしくはコンテナ名ですね。で、マウントのあたりでありましたね。で、ソースが、こちらが、どっかのボリューム領域ですね。ここの部分、ボリューム領域になってきます。に、割り当てられていることが確認。コンテナ側が、www の HTML が割り当てられていることということですね。で、この名前もさっきの、登場してたものと同じやと思います。こちらですね、ボリューム名。はい。なので、この Docker ファイルでボリュームを指定したものをですね、このイメージを使ってコンテナをこう起動すると、はじめから、ボリュームが割り当てられているということが確認できます。はい。あとのこのボリュームのデータの取り扱いについては、今回は時間の関係で割愛させていただきます。以上が、Docker ファイルの今回ご紹介したこの6つの内容でした。他の、使われるものとしては、このデータベースなどではよく env が使われますし、あと、本当は、Apache サーバーとか、サーバーですね、設定するときはよくこの xpos もよく使われてくると思います。今回はちょっと割愛させていただきました。以上で Docker ファイルの紹介を終わります。ありがとうございました。